こんばんは。こんばんは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃香です。こんなとこにニキビできた。ニキビパッチ貼ってる。大丈夫？鼻水とかに見えてない？ともいちゃん鼻水出てるよって思われるのが嫌だから先に言っとくね。ニキビバッジがテカってるだけだ。先に言っとく。大丈夫そう？ほんと？全然わかんないから大丈夫だ。あ、ほんと？よかった。珍しいとこできたなって、ほんとそれな。でも今、顎治安いいでしょ？そう、治安いいときは治安いいんだけどさ。ねえ。ほんとに前触れなく、いつも顎ひどくなるから。今、あとだけ残ってる。山梨のイベントって何するんですか？ね、大西たちも分かんないんだけど、ラジオって書いてたから公開ラジオするんじゃないかなって勝手に思ってるんだけれども、って思ってる。山梨楽しみ。あ、ユーナーモギオン卒業の悲しさを癒しに来てもらいました。あら。ね、ユーナーモギオンチャンネルなくならないけどね、卒業しちゃうんだね。寂しい。コンサートやるのね。ね、そう、コンサートやる。だからそれ絶対応募しないとね。挑戦するように祈ってるよ。もーちゃんは YouTube しないの？しないね。あ、一応あの事務所のやつがあるんで、私ぜひアリゲーターチャンネル、ぜひチャンネル登録してね。何も投稿してないけど、ぜひ。ちゃっかりしちゃってはいるね。メンバーの YouTube とか見てる？見てる、見てる、見てる。ナルタワも、あの、ナルタワたまーにこう自分がちゃっかりチラって出てたりするから、それ見たりとか、あと、ゆきりんさんのやつ見てるし、ユーナーモギオンも見てるし、ゆめみーるも見てたの。もうそのぐらいかも。うん、メンバーはそのぐらいかな。
エリーちゃん、あ、確かにエリーちゃんも自分のなんか名前が出てたりしたら見たりしてます、うん、感じかな。来年からは何を楽しみに仕事頑張ればいいのやらって。何、ゆうなもぎゅんチャンネルなくなってってこと？加工動画見るしかない。でメールのケチャップの正解は何だ。あ、ムライス、そうメールのね答えはね、そのメールで問題出したんですけど、メールの答えは正解は紫ピクミンでした。正解者多分おらず、ピクミンまでは当たってた人がねいたんだけどね、紫ピクミンまではね、そう誰も答えれてなかったので、きっと多分そうです、残念。そうですね、みんなまだまだだね、ピクミンへの愛みんなのピクミンへの愛はちょっとまだまだだっていうことが分かった。そう、紫ピクミン、ほら口なかったでしょ、他のやつもないっけ。青ピクミンとか口あるんだよそうだから紫ピクミンは目が丸いのと口がないのと、あとこの辺になんかニョンニョンしたやつが入ってるから、そう、それを描いた。そうです、残念残念。そうです、紫ピクミンは強い、ね、紫ピクミン強いよ。めっちゃ強い。なんかね、赤ピクミン、有名なやついるでしょ、火に強いやつ。赤ピクミンは一人で、あの一個のものを持ってるの。例えば物を運ぶんだけど、ピクミンって運んでくれるんだけど、ピクミンが10匹いればあの運べるものとか、あの物によって個数が違うんですよ。7個で7匹投げたらその7個分のものを運んでくれるんだけど、そう、でも例えば10匹いないと持てないものがあったとして、紫ピクミンは1匹投げるともうそれ一人で持ってってくれる。そうだからスイカとかめっちゃ例えばでっかいなんかものがあったとして、ピクミン100人いないと持ってこられないよってものを紫ピクミンは10匹いると運べるんです。そう、力持ち、紫ピクミン力持ち、体重めっちゃ重そうな音してる、ドン。そうだ、すごいでしょ。でもさ、なんかこう最近ね、やっぱ空いてる時間が多いからさ、嬉しい、空き時間ずっとピクミンしてたりするんだけどさ、もうちょっとで終わっちゃいそうなの、やだ、全クリしちゃいそうで嫌なんだよ。寂しい、今からもう多分あと1回やったら終わっちゃうんだろうなぐらいの
あのそう宝物とか全てもうちょっとで集めきっちゃいそうなんですよ。寂しい。でもなんか今回のピクミン4はなんかお昼の探索ともう一個夜の探索があって、それで私は夜の探索をほとんど進めてないからまだまあそっちはあるんだけど、でも大西は夜なんか夜の探索よりね昼の探索の方が好きなんです。そう、そうだから悲しいの、その自分の好きなストーリーのものが終わってしまうのが。何が違うの？夜はなんかねちょっと凶暴なんだよね、なんか怖い、へなんか平和じゃない、なんかお宝集めるとかじゃないのよ、なんかね、うん、ま、守るみたいな、なんか自分の基地みたいなやつを、うん、なんかねあんまそうなんだよね。昼の方が楽しいから、でも夜の探索みたいなのをしないと、なんか葉っぱ星人っていうのがいてねその葉っぱ星人を救えないの。もうそれが今何十人溜まってるんだろう、20人ぐらい溜まってんじゃないかな、なんかいっぱい溜まってて、うん、やんなきゃいけないんだけどさ、早く救ってあげてってよくわからんが助けてあげての探索が終わってやることがねピクミンでなくなってしまったら夜の方進めていこうと思うんだけど、そうな、私はあのお宝集めたりするのが好きなんですピクミン、早くピクミン5も発売してくれないかな良くない？そう、いつ発売したの？いつだっけ、今年の何月ぐらいだっけ。大西は多分夏ぐらいに買ったんだけどでも我慢して夏だったから多分もうちょっと早くに発売してたと思う。あ、おし9月に買ったかな、多分。写真集の誕生日に買っ、もし誕生日に買ってなかったっけ、自分の誕生日当日ではないわ、あの写真集の渋谷でのお渡し会の日に買ったような気がする。15分だった。
55分ぐらいに終われるようにするわ。誕生日はショールームやってないから知らん。大西？嘘？え？私？え、大西？え、なんで？え、やってた？やってないの大西。ああ、そういうこと？ああ、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 そうだね。ああ、あの日ね。あの日ね。何してたっけ誕生日と思った。そうだ、ショールームスタジオ行って配信してた。はいはい、あの日ね。なんか誕生日の記憶全然ない。うん、自分への誕生日プレゼントでしたかと。そうだね、そうなるね。そうだね、今年確かに何も買ってないね。ピクミンぐらいかもしれない、誕生日プレゼント自分。確かに言われてみたらそうかもしれないわ。え、なんか買おう自分にタンプレー。そうじゃんね、なんかそうだ、なんかすっかり忘れてたわ。なんか去年とかでも美味しかったんかな。なんか自分にさ、タンプレを買うっていう習慣あんまないような気がする。でもなんか去年買ってなかったっけ。違う、わかんない。うん、何が欲しいですか今。欲しいのあるんだよ。でもここで言うとさ、届いてしまいそうだからちょっと言わないでおくんだけど、でも確かにそれを理由にして買っちゃえば自分の中でも腑に落ちそう。それを理由に買ってしまおう。それ新しい香水買う時期ですか。あー、それもねあるんだよ。そうあのね、一個また自分のさうわこれいい匂いってやつ見っけてさ、そう、それをまた買いに行こうかしらとも思ってるんだけど、まあこれはね、みんな匂いが分かんないからゲットできないから言うんだけど、そうなの。好きな香水のブランドの屋さんがあってね、そこ1個買うと試供品を絶対くださるんだけど、その試供品で「わあこの匂いいい匂い」ってやつまた見つけちゃってさ、それが欲しいの。お揃いにしたいから教えてって。ダメダメフフフフフフフ、自分の好きなやつの方がいいよ多分。ね、そうだよね。香水くらい教えて。ダメ。
水は逆にダメだね。服とかなら全然いいよ。香水は知ってる、あれ好きな人と同じ匂いになるのあんまり良くないんだって。そう、だから教えない。香水はね、自分の匂いをね見つけた方がいいよ。大西、あ、でも大西あれどうなんだろう、握手会とかでもさめっちゃつけてるんだけどさ大西。でもあれ1枚あるから全然あれなのかな、感じないのかな。匂い、そうだよね、全然わかんないよね。あ、香水してたの分かったやった。あ、ほんと？そう、一部ごとにニプッシュジャッジャッってやって言ってたんだけど。それん、やばい、そろそろ終わりの時間かしらね。ではでは、じゃあちょっとランキングのことを1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位まさみさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が挨拶始めました、アットマークミリアさん、おとめさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がきょういさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が、ケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がコバアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がリエボアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がマドカさん、ありがとうございます。イエイ。そして10、うん、10ラスト13位がヒザさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます、ありがとう。今ちゃんとみんな読めた、大西。読めてたかな、読めてるか、ありがとう。じゃあ、次タワー読んでいきたいと思います。じゃあ1位と2位の方かな、ありがとうございます。じゃあいくよ。1位の方から、まず1位のまさみーさん、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 タワーありがとうございます、ありがたわ、ありがとうございます。イエイ。ありがとう、まさみーさん、ありがとう。そして続きまして2位の挨拶始めました、アットマークミリアさん、おたおめさん、挨拶始めましたさん、挨拶始めましたさん、挨拶始めましたさん、タワーありがとうございます、ありがたわ、ありがとうございます。イエイ。ミリアちゃんも誕生日おめでとう、ありがとうございます。イエイ。皆様も本当にありがとうございました。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。AKB48 の西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ということで、明日は早起きなので、すぐ寝れるように頑張りたいと思います。じゃあね、おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。